鳥居宗方神社は、岡山県岡山市北区大久保にある神社。式内社で、旧社格は豪社。主催神は次の御柱。創建は不詳であるが、宗方大社からの感情と伝える。小高い丘の上に鎮座しているが、丘の南を東西に、古代の山陽道が走っており、当地には、駅舎が設置されていた。一帯は古くは入江であり、 古代からの遺跡が多く残っていることから、当社は社殿通り公会の守護神として誕生されたとも考え得る。社殿の背後には円墳も残っており、祭祀の古さが伺える。延長5年成立の演儀式新明帳には、備前国津高軍に宗方神社と記載され、式内社に列している。なお、備前国には赤坂軍にも式内社として宗方神社の記載がある。 木尾高原に位置する、この神社と当社とは、性格は異なるが、創始における関係が示唆される。このほか備前国神明朝の神城今後寺元に、聖恩医した、宗形大明神と記載されている。明治4年に、近代社学制度において後者に列し、明治40年に、神仙平白陵教神神社に指定された。本殿の後方には、古墳が残る。 古墳の形状は円墳で直径約15メートル、高さ2メートル。埋葬施設は箱式石棺構造で内面に赤色岩料が塗られている。1997年7月に新たに発見され、人骨と共に副葬品が発掘された。所在地交通アクセス。ありがとうございます。